本日関東リーグ今日6節あった6節多分6節本日オーパーです。首位オーパー、オーパーはあの山下くんがいるから7節7まあ元チームメイトのね順平もいるし、あとはまあコウタとも一緒に、ね、あの遊びで蹴ったこともあるし、ね、知り合いも何人かいるんですけど、まあオーパーはなんかまあ一番こうなんていうのかな、分かりやすいフットサルをするというか、3一で、シンプルにねロングボールをうまく使ってくるんだけど、一番結構注意したいのはこれロングボール斜めにこうやってさ入った後のリバウンドをめちゃくちゃあのしっかり埋めてくるの。そこでこうなんていうのかな、こっちがちょっと反応遅れたり、埋めるのが遅かったりするとやっぱりやられちゃうと思うから、そこは一番ね、なんか注意したいなっていうとこだ。あとはまあ順平とかもね、ちょっと上手いところあるから、まあそういうところをしっかり、まあ俺とかビクソン選手がしっかり守るっていうのは昔の風だみたいな、だそこを気をつけましょう。ブレナー、うん、こいつです。ブレナー、こいつとマッチアップです今日。ハイボール、ハイボール狙い、ハイボール狙い、ハイボールで負けないように頑張ります。行きましょう。
ここは花田選手、あれだ、さあ、腕抜けていく、コンパス。クレームになってしまった田中選手にイエローカード。
ゴール前、フリーズワン。さあ、オーバーボール。Thank you.
Thank you.
ここでベルギーを蹴られる馬再びパワープレーの開始です。17番山田選手を追うことによって得点の機会を狙っていきます。揺さぶってやる。
手狙っていく。はい、難しいところだなっていう。逆にオーパーはまあ徹底してるし、俺らも練習量あるしさ、なんていうのかな、なんだろう、迷いがないというか、やることにリボ当てとリバウンドと、しっかり撤退も頑張るし、ね、すごくいいチームだし、逆にこうなんていうのかな、俺らと違って広くコートをさ使ってプレスにこう捕まらないようにプレスするのが得意なチームだから。まあ、そこにこう、なんかこうやってる中でさ、こう自分たちの中で変えられなかった、その俺が早めにプレスかかんなかったら、すぐ下げちゃってよかったかなと思ったけど、逆にそれをするのが遅かったのと、あとは俺らの、まあ、俺らのセットで簡単にすぐ失点しちゃうとかっていうのが、あれさ、練習でもあって、練習試合でも結構あったから。まあ、そこを直さないと。だからまあそこは、なんかもう点取ったら全然嬉しくね。しかも滑ってさ、俺イエローもあってさ、次回出れないっす。あれは、マジもったいない。なんで滑ったな、あそこ。普通に滑った。マジもったいない。まあ、悔しいけどこれは現実です、はい。まあ、チームとして成長できるんでちょっと頑張りましょう。あー、ムカつく、超ムカつくわ。なんか練習あるのミス、上位リーグに行けるようにちょっと頑張りましょう、はい。まあ、俺ブラッショーとやりたかったよ。ブラッショーとできねえ俺、次リセットブラッショー。去年コテンパンにやられましたもんね。オーパのディフェンスがなんていうの、しつこいかったじゃないですか、マンツーマンで、で空いてるところはあったしズレもあったけど、なんかこうクラウドのそのパスが緩かったりで、ちょっとこうもったいないシーン多かったなっていうふうに思います。ジレちゃうよね、うん、そう焦っちゃうと、それでパスがあれすると、そう、俺ももうまた取られ方、難しいっすね。あ、まあ、しゃあないな、うん、まあ、頑張りましょう。はい、ありがとう、小屋。いえいえ、ありがとうございました。ありがとうございました。